9位ということなんですけど、はい、今回の大会のです、ね、世界選手権の印象をどうだったかというのをまず聞いていいですか。そうですね、僕はジュニアとユース2つ出てるんですけど、率直に言うとユースの方が勢いはあったっていう感じはあります。ただやっぱりこのよく言われているこの2年の差っていうのがやっぱり大きいなっていうのを言ってすごく感じました。2年っていうのはそのユースからジュニアに上がるこの2年の差っていうのが本当に大きく変わってしまうなっていうのはすごく感じました。なんかその、まあ、その上のカテゴリーも下の場でも出てると思うんですけど、ある程度のテーマというか下のカテゴリーに出てるというのは自分なりにこういうふうな気をつけていくというのはテーマですか。下のカテゴリーですか、うん、最年長なのでチームを引っ張るっていうのと、あと今回のユース世代に関しては結構で明るい人が多くてずっと明るいので、ある意味僕が明るくなると全員が明るくなって、まあ、油断してしまうというか、全員がちょっとぬるい空気が出てしまう時があるので、僕が上でちょっと引っ張るっていうか、ちょっとカツを入れて、まあ、ちょっと危機感を持たせるっていうのが僕の役割だと感じます。締めるところは締める。そうですね、まあ、じゃあ上のカテゴリーの場合は気をつけてくださいテーマのテーマ。上のカテゴリーはもっとなんか層が、層っていうか、まあ試合出てる人が結構固まってるっていうのがあったり、あとはもう結構差が最初から差がついちゃってる部分があるので、強い国になると、なんでず、まあ、100% でずっとやるっていうのと、あとはもう最年少なので、最年少ではないですけど下の 年齢なんで、もっと下からもっと上げれるように、下のでもすごい声出してファイトしてます。じゃあもう上と下でこう使い分けながら。そうですね、難しいです。大変だよね。結構難しいです、ね、下のカテゴリーだと最年長で、上だのカテゴリーで最年、ね、下の方です、はい、結構その自分の身の置き方っていうのが。そうですね、はい、まあ、今回 そのマケドニアの大会ですけど、まあ、印象に残った試合というか、まあ、初戦から振り返って、まあ、デンマーク戦、ヨーロッパで今日ということなんですけど、はい、どうでしたか。やっぱりフル代表から全く同じ攻めをしてきて、日本としては同じことをずっとやられたなっていう印象があって、なんか初戦の迎え方っていう風にでは後につながる、まあ、油断して一勝目勝って余裕っていうだとグループ結構戦いにくいので、まあ、後に向けて結構いい緊張感を持ってやれたかなというのがあります。まあ、まあ、敗因というか負けた理由を言えば、まあ、キリはないと思うんですけど、なんかその負けた理由は試合というか、一人一人が怖さがあるっていうのがあって、まずシュートが全員あるから怖くて前に出てってしまって、まあ、ロングシュートが日本では打ってこない距離で打つんで、9メーターでロングシュートではなくて12メーターとかっていう、もうある意味出れ、そこまでは当たりに行けないっていう距離で打たれるんで、そこをどう守るかっていうのが最後まで崩されたままだったなっていう感じました。だからそこに向けて修正というか、自分のチームとしてもそうだし、その自身としてもどういうふうな修正というか、どういうのが必要だと思いますか。とりあえずはもう枝が、日本人は身長が低いので枝には当たらないので、もう ある意味当たりに行く、ボールを入る前の動きっていうのが結構重要だなって感じていて、海外の選手だと牽制行くともう足が止まっちゃって、自分のもらいたい間合いで相手ももらえなくなるので、ボールをもらう前に何ができるかとか、もらった後の駆け引き、出るふりして下がるとか、いかに相手を止まらせて威力を落とさせるか、ただスピードつけると強いシュートが飛んでくるので、止まらせてスピードを落とさせて、ある程度削って勝負っていうのがまあ大切かなと思います。今回の大会ではあんまりそれができてなかったという。そうですね、はい、ジュニアに行くともっとそれが強くなって、もう削りようがなくなったりとか、もうある意味は勝負どころがないっていうポイントが多くなってくるので、ジュニアまでにそれをもっと考えていかないと結構厳しくなるなと感じました。まあ、そうですね。このチームさんですね、ヨーロッパとの差っていうのは
きかったですね。かなり大きいですね。まあ、やり方、ハンドボールの姿勢、対する姿勢であったり気持ちであったりっていうのはもう全然違うんで、ヨーロッパとは全然違うなって感じました。その中で良かったプレーっていうのは、まあ、大会通してもいいんですけど、なんか自分なりに満足できたプレーが。そうですね、ディフェンスで言えば、やられるところ、同じところをいっぱいやられたんですけど、相手の嫌なところもつけたなっていうのを感じていて、一回、まあ、接触にバーンっていくと次来なくなるんで、まあ、そこはディフェンスとしては良かったなっていうのと、オフェンスで言えば力では負けるんで、最初の位置取りだったり、僕はポストなので最初の位置取りだったり、あとは正面ではボールもらえないことが多いんですよね。でかくてもらえないことが多いんで、安平との連携でエリアの中にボールを出してもらってっていうのが何本かあって、それは効いたので、コンビプレーですかね、コンビプレーはうまくいったなって思います。そのまま負けてないよね。そうですね、はい、逆にこう、まあ、通用しなかったというか、オフェンスが一番、オフェンスのロングシュートですかね、まあ、真ん中が今もでかいんですけど、エースもでかいんですけど、ロングシュートが久保田だったりとか、まあ、もっとバックプレーヤー陣がロングシュートが得意な選手が多くて、真ん中からの勝負になるとやっぱり日本人よりでかい選手を相手にしないといけないので、ロングシュートを打つのは確率がかなり下がってしまうので、よく言われてたのは1枚目と2枚目サイドと45度の間を勝手に割っていくとかっていうのが、あこが一番、反則が多かったりライン内が多かったり得点に一番なりやすいポイントかなと思います。そういうところは課題。そうですね、はい、得意なものは私は。そうです、はい、まあ、その1つか2つぐらいの上げる人は自分でスキルに必要なものって思います。やっぱり一つはディフェンス力ですね。僕は小さいので下がってるとやっぱり当たり負けしたり、日本では体は結構強い方ですけど当たり負けしたり、ロングシュート上からシュート打たれても全然届かないので、その場合の駆け引きだったりっていうのを勉強したいなっていうのをすごい学びたいなっていうのがあるのと、二つ目はいやらしさですね。やっぱり結構その頭を、頭を使ってやっぱりハンドボールしないとっていうのはすごく感じますね。やっぱ優しいのもいいけど、なんかそういうプレーがね。そうですね、はい、なんかその紙で勝敗を分けるみたいな感じ。そうですね、わかりました。了解です。じゃあ今後ますます頑張ってください。ありがとうございます。